昼も夜も深夜も YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回は式の展開の置き換えということで、展開の応用的な問題をねちょっと解説していきたいと思います。カッコ1番カッコ x たす y たす3カッコ x たす y 引く5。まずこれを計算しなさいって言われた時にパッと見て気づくことないですかね。そう、 x たす y、 x たす y、 これ同じものだよね。で、同じものが出てきたらですね、やることがあります。同じものが出てきたら文字で置いてください。文字で置き換えてください。 x たす y、 例えばこれラージ a と置きます。ラージ a、 そうするとこの式はラージ a たす3、ラージ a 引く5という具合になるよね。そしたらこれはですね、乗法公式、このカッコ x たす a カッコ x たす b、 これを展開したら x2 乗カッコ a たす bx 足して、あと最後後ろかけてってのをやりましたね。それを使うことによって a2 乗3とマイナス5を足したらマイナス2で、後ろの2つかけてマイナス15という具合になります。で、次に a が x たす y と勝手に置いたので、次にもう1回代入します。この a をですね、 x たす y に入れ替えます。そうすると x たす y の2乗なんですけども、2乗するときに気をつけてほしいんだけど、ここカッコつけてください。カッコ、全体を2乗するからね、カッコつけて2乗する。次にマイナス2カッコ x たす y 引く15というぐらいになって、そうするとこれ展開すると x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗、これは乗法公式ね、これですね。この乗法公式 x を足す 2x プラス a 乗ありましたね。これを使うことによって展開し、マイナス 2x 引く 2y マイナス15という具合にして答えが出ます。いいかな。次いきます。カッコ2番カッコ a 足す b 引く1の乗、これ3つの2乗のパターンです。で、これもですね、置き換えてしまいます。このカッコ a 足す b のところですね、この a 足す b のところ、これを置き換えちゃいます。ラージ a を置く。そうするとラージ a 引く1の2乗というぐらいになるよね。そうするとラージ a 引く1の2乗、 x 引く a の2乗は x 2乗引く 2ax プラス a 2乗だったよね。これを使うことによって a 2乗をマイナス 2a プラス1、そうするとラージ a を元に戻します。ラージ a は a たす b だから a たす b カッコつけるのを忘れずにと、A たす B たす1と。ということで、これを計算してあげて、こっち側に書いておこうかな。こっち側計算と A2 乗プラス 2AB プラス B2 乗をここカッコ外してマイナス 2A マイナス 2B たす1というぐらいに出るわけですね。いいかな。はい、最後カッコ A たす 2B 引く1カッコ A 引く 2B たす1。これはですね、パッと見たときに同じもの、さっき2つ同じものあったら文字で置き換えることできたけど、a と a は同じだよね。だけどプラス 2b とマイナス 2b ってこれ符号違うよね。マイナス1とプラス1符号違うよね。この2つ符号が違ってますね。2つ符号が違ってる、ここの部分で符号が同じだったら文字で置くことできるわけ。符号が同じだったら、そうだけどこれ符号が違うから、じゃあ符号が違う場合どうすればいいかっていうことなんだけども、このマイナス 2b たす1をあれよね、これを 2b 引く1にしたいわけだけど、これとこれってもちろん符号が違うでしょ。これとこれ等しくするためにはどうすればいいかっていうと、カッコつけてマイナスするんですよ。マイナスカッコにすることによって、これ 2b 引く1になるよね。わかるかな。ここカッコにしたら 2b 引く1になるでしょ。そうするとこの式になるじゃん。なのでマイナスでくくることによって符号を変えることができるわけ、ね、マイナスでくくることによって符号を変えることができる。したがってこの式はちょっと中括弧すると、 a たすカッコ 2b 引く 1 a マイナスカッコ 2b 引く1という具合になる。ここの部分をマイナスでくくったわけね。そうすると
同じものなので、ここ同じものですから、こことここが同じものだよと。そうすると文字で置くことができるよね。まあ、今回ちょっと x を置いてみようか。そうすると、カッコ a 足す x、カッコ a 引く x と。で、これを展開します。と、これは、和と差の積ですね。和と差の積は2乗の差でしたね。x と x かけて、ま、プラス a とマイナス a かけて x を引く n 乗。ということなので、これも a2 乗引く x2 乗と出るわけ。で、今、tm 引く1を x と置いたから元に戻します。元に戻すと、マイナスカッコ 2b 引く1の2乗。そうすると、a2 乗マイナス、で、カッコ 2b 引く1の2乗。ここの部分に関しては、今やったこうね、x 引く a の2乗。この展開の公式を使って、2b の2乗で 4b 2乗。マイナス 4b プラス1と出ます。そうすると、最後ちょっとこっち側に書いちゃうね。こっち側に書いちゃいますが、これを計算すると答えが a2 乗マイナス 4b2 乗プラス 4b 引く1という具合に出るんですね。いいかな。はい。ということで、今回はね、式の展開置き換えっていうことで、まあ、まずね、同じものあったら文字で置く癖をつけてください。同じものあったら文字で置く。で、2つ違う、符号が違うものはどっちかをマイナスでくくることによって、これね、マイナス 2b たす1をマイナスでくくることによって、符号を揃えることができるから。そうすると置き換えることができて解けるよという問題だったってことですね。いいかな？はい。ということで、以上でね、式の展開、置き換えの解説を終わりました。よかったらね、チャンネル登録してまた見てください。では。